はい、えー、即塾の久保でございます。今日もね、えー、森友事件についてちょっと、記事を見ていこうかと思います、えー。これは2020年6月15日の記事なんですけども、えー、森友事件の公文書改ざん問題で、再調査を求める署名が35万人以上集まったということで、えー、こちらの方にね、提出されたわけなんですけども、麻生財務大臣は相変わらずですね、再調査の必要はないというふうな言葉で、 この要求を断ち切ったわけですよね。35万人以上の方の意思も大臣一人の意思でないものにできるわけなんですよ。これが権力行動です。もう数ではないんですよね。恐ろしいですよね。うん、で、この今画面に映ってるね赤木俊夫さんが官僚としてね、その仕事の中でお亡くなりになって非常に痛ましいことでございます。ここにも書いてますけども、最後は株が尻尾を切られる。なんていうような方。 手が増える怖い命大切な命って書いてますけどもこれはね赤木敏夫さんお一人が亡くなったということではなくてまて我々のね民主主義が亡くなったってことでもありますし文書主義が死んだということでもありますしもう何もかもねそのやってられなくなってるわけなんですよね。ももうううととと言っていいのかこれを追求しようと正々堂々堂戦う方にも 絶対的権力の前にはねほんと絶対王政みたいな感じですよ今の安倍政権はね、うん、で今回35万人ものね署名が無にキすというねで菅官房長官も15日こんなこと言ってるんですよおとしの財務省の報告書において事実関係の詳細が書かれておりまた検,査検察の捜査も行われ結論は出ていると承知しているということなんですけども事実関係の詳細ってこれが事実だっていう認定をするために再調査なわけですよね 菅官房長官もね、うん、やっぱり、まあ、国民のことなんてね、やっぱ全然考えてくれない人なんじゃないかなと思いますよね。うん、すごくなんか人は良さそうなんですけども、うん、悪魔のようなね、えー、まあでもしょうがないです。立場的にしょうがないのかもしれないですけどね。官房長官っていうのは、そこまで上り詰めて次は総理だって狙ってるわけですよ、うん。まあ私ね、ちょっとあまり年齢化いった方に国を運営してほしくないな。 いいいうう気持ちももあるんんでですけどもねねいいしょうか、ね、やっぱり総理大臣になるためにはね、あのー、40代とか行って50代ぐらいの方が若い感性でやってくれなければいつまでたってもねうんなんかその昔の苦労話を持ち出すような人がこの国を支配しちゃう。 よくないのかなと思います。まあでもね、やっぱこう、政治的経験と若さってもののバランスがありますんで、どうかとも思いますけども、うん、やっぱり10年先とか20年先の将来のことを考えている人ではないと思うんですよ。今、政権についてる人は。はい、まあ、はっきり言ってそこまで先のことを考えなくても、今自分の生きてる、その時代のことだけを見てればいいんじゃないかなっていうふうなところですよね。で、えー、そういう権力者を支持する、えー 有権者っていう構図もできてますしやっぱり今20代30代の若い時代を生きている人たちにね言わせれば今が全てであり将来っていうのは30代とか40代になったまだまだね現役世代なわけですよでもその若い世代が先が見えないとかね成人信頼ができないとか将来が不安だとかっていうふうに言わせているのは誰なんだってことだと思うんですよ。でそののつが今回の 森友事件みたいにね、もうやたらめったらめちゃくちゃなわけですよ。んで、こんな、あの、バカでもわかるようなね、不正とか、ああ、いい加減な調査に対しても何も切り込めないというね、この無力感。さあ、どうなるんでしょうか。うん、少なくともね、こういう森友事件の情報については、一人でも多くの方が忘れない。そして、こういうふうなね、発信を繰り返していくってことで、絶対に風化させないぞと、絶対忘れさせないぞっていう気持ちが大事だと思いますし、 これねはっきり言って政権が終わった後でも調査をして訴求して、えー、何らかのね罪に問うっていうことも考えていかないといけないんじゃないかなと思うんですけどもねさあ皆さんはどういうふうにお考えになったでしょうか私もねあのすごく偏った見方をしていますこの森友事件に関しましてはこれは森友事件に関しましては文書を積極的に改ざんして、うん、いろんな口裏合わせがあって安倍昭恵夫人があもう闇から闇へね 今言論を閉じてますけどもね大切な人が黙っていて何にも進まないんですよねで根負けを狙っているのかということで非常に無力感も感じるんですけども絶対に忘れてはいけない事件だと思います、えー、これはね本当に歴史に残るようなねそんなことではないかなと思いますよねいやほんとに森友事件次も放送しますね